なんだ。昔よく鬼ごっこをしたよね。逃がさないよ、お姉ちゃん。カノヌス。いや、怖い。いや。やめて、この子がドラゴンに。そうするつもりでテレサから取り上げたんだ。それも鎮静に必要な犠牲なんだよ。カノヌシ、てめえ。専門のカノヌシ、肛門のドラゴン、死神より立ちが悪いな。絶望するにはちょうどいいでしょ。勝手に決めるな。あんたのお姉ちゃんはこの程度じゃ折れないのよ。抵抗すると苦しむことになるよ。ベルベット、こいつのお仕置きは俺にやらせろ。無理だよ、ただの精霊には。ただのじゃねえ。ゲス野郎にぶち切れた。限界突破のザビーダス様だ。ザビーダ、大騒ぎすぎる。問題ない、かっこ撃破よ。張り切って回復しとるぞ。一気に押し切らないと勝てんな。だから苦しむと言ったのに。ザビーだ。僕がカノヌシを防ぐ。みんなはドラゴンを追い詰めて。一人でなんて無茶です。せめて私も一緒に。これは命令じゃないよ、僕の作戦。任せるわよ、フィ。ずいぶん格好つけるね、僕の一部のくせに。僕は精霊ライフセット。僕は僕だよ。手加減はなしだ。さっきはそれで手こずっちゃったからね。こっちもお出ましよ。また回復するぞ。させない。偉そうなこと言って自分を守るだけで精一杯じゃないか。素直に謝ったら痛くないように食べてあげるけど。謝るもんか。ベルベットの気持ちもわからないお前なんかに。君はわかるっていうの？僕のお姉ちゃん。知ってるよ、けど教えない。別にいい。食べちゃえば一つになれるんだから。ラシン、お前のじゃ。なんだい。ベルベットはベルベットだ。僕のかけらのくせに。みんな、かわせ。
わりにお前をドラゴンにしてやる。セセット。なんだこれ。汚れを焼いた。引くぞ、急げ。逃げられたな。白銀の炎、あいつ変な術を使った。食らった汚れを消化するお前の力だ。欠片だが、あれも聖種の一部だからな。ドラゴンの攻撃で一瞬だけ押し込まれたせいだよ。じゃなきゃ欠片の力なんかに負けないよ。分かっていればいい。二度は通じぬ奇策だ。所詮精霊は聖種の霊属物だ。油断さえしなければ我々の理想は揺るがない。ほぼ覚醒したカノヌシの領域には治水花風の四聖種が揃いでもしなければ対抗できん。だが今彼らは地脈の底で眠っているのだからな。追いかけるよ。待て。我らは御座で沈めの儀式の準備をせねばならぬ。奴らはこいつに追わせる。ゴーマでしょ、使えるの。確かに制御は難儀だ。ゴーマに落とした時も七昼夜も幻術に耐えおった。しかも未だに本能的に抵抗しおる。だがかつて最強と呼ばれた海賊、戦闘力は我ら特等にも引けを取らん。クーマ・ベルベットを捕らえよ。生きてさえいれば状態は問わん。いや、まずは。まずあいつを、ライフィセットを殺すんだ。お姉ちゃんの目の前で。お姉ちゃんを支えてるのはあいつだから。本当だ。ゴーマのくせに変な埃が残ってる。そんな無意味なものは僕が食べてあげる。いやー、いい修行になったが、カムイと聖主とドラゴンとぶつかって生き残るなんて奇跡だな。フィーのおかげよ。まだ眠っています。力も気力も振り絞ったのでしょうね。汚れを焼く炎、とんでもない力を持っておるの。この子がカノムシの一部だから。じゃろうな。最高の切り札じゃが、同時に何でもいいが儲け損ねたわい。賭けはわしが勝つはずじゃったのに。どうでもいいでしょ、100ガルドくらい。ちーっともよくない。100ガルドを笑う者は1000ガルドで大爆笑。この恨みは深いぞよ。で、次はどうするんだ。変わらないわ。カノヌシを封じてアルトリウスを撃つ。カノヌシが覚醒したということは封印する方法もあるはず。やはり手がかりはグリモワールの古文書ですね。ベンウィックたちと合流しましょう。いいのね。正解かどうかは分かりません。でもアルトリウス様が必要とする犠牲を仕方ないと済ませることもできない。だから自分の心に従って戦います。たとえ間違っても後悔しないように。とことん面倒くさい性格ね。あなたに言われるのは心外です。アイゼン、ベンウィックたちへのつなぎを頼む。やはりあのゴーマ。アイゼン、まずは休息をすべきだ。かなりの連戦だったからな。じゃの、ボウもザビーダも起きんしの。今日は宿で休みましょう。
エレノア、ライフセットをお願い。あなたが背負ってあげたら？ライフセットはあなたのために。お願い。わかりました。お姉ちゃんって呼んでいいんだよね。私は精霊シアリーズよ。セリカの記憶を受け継いだだけ。それは同じ人ってことじゃないの？何をもって同じ人というのかしら。姿や記憶が同じでも。そうね。心が変わってしまえば、それはもう同じ人じゃ。もし私がセリカだとしても、姉と呼ばれる資格はないわ。アルトリウスの命ずるままに、妹と弟を生贄にしてしまったんだもの。私こそ、あなたを食べちゃった。私に責める資格なんて。あれは私が望んだことよ、ベルベット。あの時無事に住んでも、いずれああするつもりだった。私の力を、あなたに与えるために。どうして？降臨の日の直後、私にセリカの記憶が戻ったの。分かってしまったの。自分が何をしたのか。あの優しかったアーサーが、冷酷なアルトリウスに変わってしまったことが。なぜ記憶が？分からない。転生した精霊には、ごく稀にそういうことがあるらしいけど。これはきっと、あなたたちを苦しめた罰ね。だって、アーサーを愛しく思うほど、アルトリウスが許せなくなるんだもの。あの人を憎んでしまう私は、セリカじゃないのよ。シアリーズでは、あの人をアーサーには戻せない。かといって、アルトリウスを倒すこともできない。でもあなたなら、私の力を完全に身につけたクーマのあなたなら、どうしアルトリウスを。わかったわ、必ず。ごめんね、ベルベット。自分の憎しみの決着をあなたに押し付けちゃった。最後のお別れに謝りたかったの。あなたに会えてよかった。私はラフィーのお姉ちゃんで、セリカお姉ちゃんとアーサー兄さんの妹で、幸せだったよ。ベルベット、もう起きて平気なの？うん、それより。危ないわよ。あ、とうとうこんなになっちゃった。当然よね。平穏な世界より自分の復讐を願ったんだから。最下の剣士なんて呼ばれても言い訳できないわ。人間でも、ゴーマでも、魔王でも、ベルベットは、ベルベットの髪は綺麗だよ。昔ね、ラフィーも同じことを言ってこの櫛をくれたの。胸が痛いね。うん。それでも、だから私は決めたの。アルトリウスとカノヌシと決着をつけるって。私自身と私が大好きだった人たちのために。僕もだよ。羅針盤がなくても進む方向は自分で決める。アルトリウスも
私が倒す。けど、カナ主を殺したら、ライフセットと私たちクマは。羅針盤。アイゼン、てめえなんて黙ってやがった。落ち着け。お前が気絶してたからだろう。俺は行くぜ。あいつを止める。何事ですか。バンエルティア号からシルフモドキが届いた。よかった、みんな無事。今はまだな。ベンウィックたちは逃げる途中でアイフリードがエンドガンド領にいるという情報をつかんだらしい。リオネル島で合流しようと伝えてきたんだ。その情報って罠だ。仕掛けたのはあの大角のゴーマ。おそらくアイフリード自身だ。あのゴーマがアイフリード？マジなのかい？おそらくだ。リオネル島に向かうわよ。相手が誰だろうと、手がかりとバンエルティアを失うわけにはいかない。足はどうする？ここへ来た船は多分ザビーダが乗っていったぞ。港で適当なのを奪う。サイカというにはせこいけどね。アイゼン、順調？もうすぐ到着するはずだ。この船はいい羅針盤がついていたからな。うん。だが俺の針は揺れているようだ。初めてあのゴーマを見た時からアイフリードの気配を感じていたはずなのに、無意識に認めまいと押し込めちまった。アイフリードが大事な友達だからでしょ。死神の力もアイゼンの流儀だって言ってくれたんだよね。冒険を盛り上げるいい道連れだともな。一緒に20日も漂流して死にかかった、海の上で。すごい人だね。お前も同じことをベルベットにやっただろ。アイゼンが教えてくれたからだよ。自分の舵は自分で取れって。そうだな。それがリオネル島が見えた。まずい、バンエルティア号がもうついてやがる。遅かったか、ヘレナー。何があったのですか。いきなり角のゴーマが襲ってきたの。かろうじて息はある。ザビーダが駆けつけてくれたのよ。じゃなかったら全員殺されていたわ。俺が迷ったせいだ。奴らはザビーダが引きつけて島の奥へ向かったわ。行くぞ。ザビーダ、お前は。やめろ。この拳は間違いねえ。こいつはアイフリードだ。なぜやり返さない。こいつには俺を俺に戻してもらった借りがあるからよ。今度は俺が元に戻してやる番さ。ゴーマはもう人間には戻らん。だからって流儀を変えられるかよ。なあアイフリード。子供まで狙うのか。ベンウィックたちは共に命を張った仲間だ。ザビーダはバカだが人間を通した。奴らの流儀を踏みにじる野郎はてめえでも許さねえ。
前にはでかい借りがある。それを今返すぜ、アイフリード。ここまでね。リー、今度は人質か。ごめん、でも構わないで。僕だって覚悟を決めてるよ。分かった、お前はもう一人前の男だ。家族、仲間、かつて俺が掴もうとしたものはみんな手のひらからこぼれ落ちちまった。だがあるバカはどうせ掴めないなら拳を握って勝ち取れと笑っていやがった。この拳で取り戻すぜ。お前の言った通りにな！お前の拳だな。悪い、面倒かけちまった。いいさ、ダチだからな。ハイフリード！もういいぜ、無駄だ。ごめん、僕が今の力をちゃんと使えれば。泣くな、覚悟を決めたんだろう。でもアイゼンはずっとアイフリードを探してたんだ。苦労症だな、相変わらず。ボーズ、いいこと教えてやるよ。お前の力はカノヌシの一部なんだとさ。だからもし奴の領域を封じ込めれば面白い喧嘩ができるかもな。領域を封じる？地脈に眠る治水花風の四聖種、そいつらを叩き起こせば。急げよ、今アルトリウスとカノヌシは沈めの儀式とやらで動けねえ。出し抜くなら今だぜ。分かったよ、アイフリード。一緒に行けねえのが残念だ。面白くなりそうなのによ。詫びは言わんぞ。当たり前だ、お前のおかげで退屈しなかった。またどっかで会ったら遊ぼうぜ、アイゼン。ああ、またな、アイフリード。世話になったな、ザビーダ。可能性はあったんだ、なのに殺しちまいやがって。次に会った時はつけるぜ、てめえの流儀との決着をな。またな、ザビーダ。四聖種を起こすか。
あやつ面白いことを言っておったな。でもどうやって。さて、それはグリモ姉さんにでも聞いてみねば。みんな回復したようね。なんとか。それよりあのゴマは倒したわ。あいつは俺から話す。お前たちはグリモワールに四聖士の剣を問いただせ。副長アイゼン、頼むぞ。あいつが残した反撃の手がかりだ。うん。四聖士の復活か。確かにそれが叶えば、カノムシの領域を抑えることができるでしょうね。カノムシが封じている精霊の意志も解放されるかもしれません。きっと、タイマ氏に従わない精霊も出てくるよ。タイマ氏の戦力を大きくそげるわね。そもそもカノムシによる霊能力の増幅がなくなれば、ほとんどのタイマ氏は以前のように精霊そのものを認識できなくなるはずじゃ。わしのように元から才能があれば別じゃがの。私もライフセットが見えなくなる。それはやってみねばわからん。エレノア、ならやってみましょう。どんなことになっても後悔はしません。しかし四聖士って神様だろ。叩き起こして平気なのか。治水化風を司っている奴らじゃ自然のバランスが大きく乱れるやもしれん。平気じゃなさそうだな。しかも復活させる方法はおそらく開門の日と同じだとすれば、日の夜に地脈天に生贄を捧げること。誰かを殺すの。殺すことが生贄の本質じゃないわ。必要なのは汚れなき魂よ。じゃとしたらベルベットはすでに持っておるのではないか。食らったタイマシたち。あつらえたようにお主は食らった力を打ち出せるクーマじゃ。こういタイマシどもの魂なら生贄として申し分あるまいて。オスカーやテレサの魂で四聖士を試してみる価値はある。次の日の夜はいつ。暦によれば降臨の日の3年後。もうすぐよ。ああ、時間が足りるかな。四聖士は別々の場所に眠ってるんだろう。ええ、おのおの地脈の奥底に眠っているはず。でも地脈神殿を利用すれば一気に全員を目覚めさせられるかもしれないわ。地脈神殿？地脈の流れは基本水平なんだけど、ごく稀に縦の流れがあるの。力が地脈の底に潜っていく場所を地脈神殿、逆に奥底から力が吹き上がってくる場所を地脈融点というのよ。その地脈神殿を使えば地脈の底におる聖主どもに一度に生贄を届けられるやもしれんの。場所は？ミッドガンド領の北部に神殿が一つあるわ。最近大きな神殿が建ったらしいけど。そこは聖主の御座じゃ。カノヌシがおる本拠地じゃし。あら、まずいわね。言うてんじゃダメかな。同じように地の底に繋がってるんでしょ。流れに逆らうことになるけど。押し込んでみせろって言うのね。言うてんはどこにあるんだ。おそらくキララウス火山あたりだろう。アイゼン、大丈夫だ。話は済んだ。キララウスといえばノースガンドの最北にある火山じゃな。氷と溶岩の地獄じゃが。まさにキララウス火山こそ最大の優点よ。要するにその火山にタイマシの魂をぶち込めばいいんだな。そうすれば四聖主が復活しカノヌシの領域を封じられる。あくまで推論ですが。私はかけるわ。僕も。ノースガンド領に向かうぞ。キララウス火山はヘラビーサの北だ。そうか。
オリハルコン青鸞は簡単に折れたか。ああ、やられたのはカノヌシにだが、しぐれが相手でも同じだっただろう。硬いだけではな。すまなかった。柄にもなく無心などとうぬぼれた。うぬぼれていいさ。お前の腕は間違いなく超一流だ。次の刀、期待してるぜ。お前は、まだ俺を信じてくれるのか？当然だろう。世界のどこにオリハルコンを刀にできる鍛冶がいる？そんな名工が、何百年も迷って悩んであがいた末に生まれる刀を、俺は振るってみたい。六郎。それとも、もうゴーランに勝つのは諦めるか？諦めた男の顔に見えるか？全く見えないな。後悔は順調だよ。問題はアルトリウスたちの儀式とやらにどの程度の時間がかかるかだ。アイフリードは沈めの儀式って言ってた。おそらくカノヌシの力を解放するためのものよ。だろうな。ベルベットの絶望とライフィセットを食えていない以上、完全ではないはずだが、発動すれば人の意志が奪われる。そして醜い人の業は静まり、汚れは生まれなくなりましたとさ。めでたしめでたしというわけじゃな。意志が消える。昔の僕みたいに。何かが来る。これは領域。うん、カノヌシのだ。意識を奪われた。まだ完全には意識を封じられておらん。六郎、全員殴って目を覚まさせい。任せろ。アイゼン。ああ、一旦近くの港につける。ゼクソン港だ。頭の中を引っ張られてるような感じがする。気合を入れろ。意識を刈り取られるぞ。これって、あ、ボラー殿、あなたは無事だったのですね。いや、私は無事でいてはいけない。
私は利を貪った。他人を蹴落とし利用した。特急手配犯にまで手を貸して事業の拡大を図った。醜すぎる汚れ、許されざる業だ。まさか。やめてください。汚れはなくさなければならない。私は死ななければならない。死ななければ、死ななければ。違う、そんなのって。うっ、死ぬのは勝手よ。けど死ななければならないってのは気に食わない。斧が汚れを自覚した者は自ら命を絶つか。実に無駄のない断りじゃな。家事を奪うどころか生き死にまで押し付ける気か。ふざけやがって。何が起こってるのか調べるわよ。それとも見たくない？見たいはずないでしょ。でもそれ以上に逃げたくありません。うん、まずはこの力の影響範囲を確かめる。ローグレスまで行ってみましょう。